さてとどうすっかな。ちゃんと飯も食いたいけど。何かお悩みですか？まあね、ちょっと金が心細くてさ、飯をどうしようか迷ってたわけよ。なあ、あんたって本当に腕利きのトレジャーハンターなのか？前にも金がないって話してたけど、本当は宝なんて見つけたことないんじゃないか？きっついこと言うね。残念ながら外れだぜ。この町に来る前にこの町の支部が一軒買えるくらいのお宝を売ってきたばかりだよ。そのあたりはハリーの旦那が証言してくれるはずさ。俺っちの見事な腕前をな。へえ、そんなにですか。貴重なものが見つかるとすごくお金になるんですね。待ってくれ、むしろそれだけの金を何に使ったらそんなに生活に困るんだよ。別に困っちゃいねえよ。ただ意味もなく使っちまったらもったいねえだろ。いつ何が起きて困るかわからない世の中だしな。節約の精神は大事だぜ。それはわかりますけど、そんなに節約したら大変じゃないですか？そうだね、山ごもりでもしてたら違ったんだけどさ、町にいるとどうしても出費が減らせないもんだ。飯を食おうかと思ってたけど、しょうがね、水でも飲んで過ごすか。極端だな。安い定食でも頼んだらいいじゃないか。あんまり無理すると倒れるぞ。大丈夫だって。前に遺跡の入り口が倒壊して飲まず食わずでも3日は耐えられたしな。無茶するな。そんなにお金を貯めて何か使う予定でもあるんですか？何、そんな大した予定もねえさ。ところで2人はこれから飯かい？だったら一口分けてくれねえかな。いや、考え中だけど。飲まず食わずで3日耐えられたんだろ。今度は水もあるし頑張れよ。冷たいこと言うなよな。仲間を助けると思ってさ。助けるって別にいいですけど、レイファーさんはケチなだけじゃないですか。おいおい、ケチってなんてこった、否定できねえ。いや、否定も何もその通りじゃないか。こんにちは、ハリーさん。何してるんですか？冒険の準備のために少し買い出しをね。こういうのは自分の目で確かめて選びたいものだしね。そういえば、ハリーさんってどうして冒険家なんてやってるんですか？珍しいものを探してるとは聞いていますけど。うん、いい質問だ。それは様々な因縁や僕個人の知的好奇心のためでもあるが、ひとまずここは僕の冒険の記録をまとめた本の次回作の執筆のためということにしておこう。要するに本を書くためなんですね。ハリーさんの書いた本か。どんな本なんだろう。僕はこれまでに数えきれないほどの本を書いているが、今回のものは僕の集大成と言っても過言ではないよ。それは世界に隠された様々な秘境をまとめた一冊を仕上げるという目標のもとに執筆した傑作。これがその世界に2つとない幻の一冊、世界の秘境から。世界に一冊しかない、素敵です。いや、書いてる途中なんだし当たり前じゃ。すっごく読みたいです。ハリーさん、ちょっとだけ読んじゃダメですか？おっと、そう慌てないでくれたまえ。僕は今筆がノリに乗っているんだ。ここで僕が執筆を中断してしまえば、完成には1年、あ、いや3年はかかるだろう。へえ。じゃあ今は我慢します。すまない、本は完成してからこそ輝くものだからね。しかし僕の本をそこまで楽しみにしてくれる読者は実に久しぶりだ。大変貴重なものではあるが、君のためだ。このハリー・オルソン、本が完成したらぜひ君に進呈すると約束しよう。本当ですか？楽しみです。
まずいことになってしまった。早く構想を練らなければ。ハリーさん、今何か言いませんでした？いやいや、なんでもないよ。君たちは何の心配もする必要はない。さて、早く本を完成させないとね。忙しくなってきたな。どんなことが書いてあるのかな。ワクワクしてきちゃった。材料何にしよう。これでいっ、よーし、はっ、これでどうかな。これもいけるかな。どれを使おうかな。材料の力を、どれを使おうかな。戦力を発現させるよ。どれを使おうかな。どれを使おうかな。便利なスキルを、どれを使おうかな。戦力を、どれを使おうかな。これ、それじゃあ仕上げに入る。どの戦力を引き継ごう。完成したよ。
調合しよう。材料何にしよう。材料何にしよう。よーし、何が起きるかな、何が起きるかな。うーん、これそれじゃ、どの戦力を引き継ごう。これでいい、完成したよ。材料何にしよう。これよーし、いい感じ、うん、いい感じ。どれを使おうかな。戦力をどれ、コストを上げるよ。うまくいきますように。うん、いい感じ。どれを使おうか、どれを使う、効力を上げるよ。これそれじゃ仕上げに入るよ。やったー、できたー。これ完成したい。レベルアップ、スキルを覚えたよ。材料何にしよう。材料何にしよう。これよーし、始めよう。これもいけるか。これでどうかな。うまくいきますように。どれを使おうかな。粘土を上げるよ。どれを使おうか、効力を上げるよ。これでどうかな。これそれじゃ仕上げ、どの戦力を引き継ごう。これでいい。これ完成したよ。材料何にしよう。材料何にしよう。これいや、何が起きるかな。まだ大丈夫そう。どれを使おうかな。戦力を発現させるよ。これもいけるかな。うーん、これそれじゃ仕上げに入るよ。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料何にしよう。これでいい。よーし、始めよう。うん、いい感じ。まだ大丈夫そう。どれを使おう、どれを使おうかな。戦力を発現、どれを使おうかな。材料の属性値を上げ、どれを使おうかな。うーん、順調じ。うーん、それじゃ仕上げに入るよ。どの戦力を引き継ごう。これで完成したよ。材料何にしよう。いや、何が起きるかな。便利なスキルを、どれを使う。これそれじゃし、やった。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料何にしよう。これでいい。よーし、何が起きるかな。これでどうかな。うーん、じゃどれを使おうかな。戦力を発現さ、これそれじゃし、どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料何にしよう。いや、うまくいきますように。まだ大丈夫そう。うん、いい感じ。どれを使おうかな。これそれじゃし、やった。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料どれを調合しよう。Thank you.
材料何にしよう。材料何にしよう。はい、材料何にしよう。誰を調合しよう。材料何にしよう。選んだ材料を入れたのと同じことにするよ。どれを使おうかな。便利なスキルを使うよ。これそれじゃあ仕上げに。やった。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料な、どれを調合しよう。材料何にしよう。よし、これもいけるかな。
便利なスキルを使う。それじゃあ試合でどの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。スキルを覚えたよ。あれ、材料何にしよう。材料何にしよう。よーし、まだ大丈夫。これでどうかな。どれを使おうかな。便利なスキルを使うよ。これもいけるかな。うーん、純ちゃん、どれを使おうかな。効力を上げるよ。これ、それじゃあ仕上げに。いや、どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料何にしよう。よーし、まだ大丈夫そう。まだ大丈夫そう。これもいけるかな。どれを使う。便利なスキルを使う。これ、それじゃあ仕上げ。どの戦力を引き継ごう。これ完成したよ。材料、こいつ、ま、さて、どれにするかな。お金、さ、しゅい、きょ、ど、こ、どうもお疲れさ、こ、どうも、こ、どうも、こ、どうも、さて、ここは。何か見つかるかな。なんだかワクワクしてきちゃったよ。こんなものでも材料になるのか。エスカもよくやるな。
から殲滅します。行くぞ。よし、地面ごと片付けます。はっ、下がってください。
こういう困頑張ります。どこにも逃げられないんだから。了解です。下がってください。魔物を全滅させたようです。ようやく体が温まってきたところだったのですが。過去のことが書かれた資料か。先輩、改造に使えそうな材料ってなかなかないんだよね。何かないかな。食べられる。先に攻撃しちゃいますよ。みんな燃えちゃえ。了解です。援護します。させないわよ。おお、でよっ。みんなお疲れ様。えい。ふふふ、油断してますね。今です。援護します。行くよ。援護します。行ったよ。でもよっ。どう、一緒に行きます。いただき。先手必勝です。当たって。はい、おまけ。了解です。援護します。呼びました。
冒険には障害がつきものってな。まあ魔物退治なんて遊びしまえってことだ。先輩、この調査によって世界の秘密が。ねえ、何かあるの？なかなか興味深いものが見つかったわね。